シルドレンは、伊坂幸太郎による、連作短編小説集。小説現代に2002年4月号から2004年3月号に、かけて短編5編が順次掲載され、2004年5月21日に、講談社より、観光。2007年5月15日に、講談社文庫より文庫化された。2005年本屋大賞第5位。第56回日本推理作家協会賞。 短編部門候補作。チルドレン・チルドレンと題して2006年5月にワウワウドラマ W でテレビドラマ化され、同年11月に劇場公開された。また、2014年2月に東京ハートブレイカーズにより舞台化された。続編となる長編小説サブマリンが2016年3月に刊行されている。 俺たちは奇跡を起こすんだ独自の正義感を持ち、いつも周囲を自分のペースに引き込むがなぜか憎めない男、陣内。彼を中心にして起こる不思議な事件の数々。何気ない日常に起こった五つの物語が一つになった時、予想もしない奇跡が降り注ぐ。作者が短編集の振りをした長編小説と述べているように、 収録された全作品に陣内という男が登場する連作短編である。作品ごとに語り手が異なっている。また、バンク、レトリーバー、インではほぼ同じ時代が描かれており、チルドレン、チルドレン2では前述の3作品より後の時代が描かれている。チルドレン、チルドレンと題して、ワウワウのドラマ W で、 テレビドラマ化され、2006年5月21日の20時21時50分に放送された。第33回放送文化基金賞、テレビドラマ番組賞受賞作。キャストスタッフ、チルドレンチルドレンのタイトルで2006年11月4日に劇場公開された。キャストスタッフ2014年2月25日から3月2日にかけて、東京ハートブレイカーズにより、 舞台化。吉祥寺スターパインズカフェにて上演。舞台には、実際の盲導犬が登場した。チルドレンチルドレンに関するカテゴリー。ありがとうございます。